にちは。あ、熱っ。やっぱすごい熱いですね。湿度が上がったのにムシムシしますよ、これ。
音をよく聞いてるとミッキーマウスマーチのメロディーに聞こえるというやつなんです。空気が微妙なんでもう一回やりましょうか、ね、はい、お湯を火にかけてください。どうぞ。はい、お湯沸きました。皆さんよく聞いて、よく聞いてください。要求したみたいになっちゃって、いや分かるんですよ、皆さんが言いたいことあれでしょ、微妙だなってことですよね。これね、実際こんな感じです。そうなんですよ、僕もね行ってみて聞いてみてびっくりしたんですけど、ギリギリです。本当によく聞いてると、ああミッキーマウスマーチかなみたいな、ギリギリのラインを狙ってます。これなかなかの再現率です。ということでね、ぜひ皆さんもこの後、ミニーの家のポット実際に行って音を聞いてみてください。以上、ミニーの家のポットのご紹介でした。どうもありがとうございました。さあ続いてみましょうか。東京ディズニーランド7つのテーマランドのご紹介です。東京ディズニーランドではテーマランドと呼ばれる7つの異なる時代や世界観を、表現したエリアがございます。ただ僕今演目を間違えました。7つのテーマランドはまた今度やります。不思議の国のアリスよりアンバースデーソングです。失礼いたしました。このアンバースデーソングという曲はアンバースデー、特にお誕生日でも何でもない日、お祝いをすることの曲ですね。何でもない日、おめでとうございます。さあよかったら皆さんも僕らと一緒に回りましょう。何でもない日をお祝いしましょう。お兄さん行きましょう。どうぞ見てください。一緒に回りましょうね。先日ねこうやってアンバースデーソングでこうお客さん交えて一緒にぐるぐる回ったんですが、これアンバースデーソング、アンバースデーなんです。誕生日じゃない日おめでとうという曲なんですが、一緒に回ってくれたお姉さん誕生日のシールつけてました。今日大丈夫ですよね。誕生日じゃないですよね。 OK です、よかったです。はい、ということでね、だいぶ人が増えてきて、ありがたいことでございます。ちょっとね、入り口に干渉しちゃってるんで、みんなで、こっちに連れていきましょう。せーの、車椅子大丈夫ですか。ごめんなさいね。さあ、皆さん2、3歩ほど連れていただいて、はい、 OK、 こちらで行きましょう。はい、ということでありがとうございます。本日最後に東京ディズニーランドのアトラクションを一つ皆さんにご紹介したいと思います。本日のアトラクションですが、先ほどミニーの家を紹介したからにはやはりあの人のお家を紹介しないわけにはいかないでしょう。ということで本日はミッキーの家とミートミッキーのご紹介です。それでは早速行ってみましょう。ミッキーの家とミートミッキーで、なに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 、あーそう、それね、ミッキーを表現するには欠かせないよね。はい、大道さん待ちです。あやつしてください。大道、な、なになに、ボタン、ボタン、ボタンぐらい自分で閉めてくださいね。はい、ということでお待たせしました、大道さんあります。よろしくお願いします。それでは気を取り直してミッキーの家とミートミッキーです。根からのエンターテイナーでミッキーマウスは映画脚本を書き、制作をし、監督をし、主役を務めながらファンに会うということを実現しました。それはミッキーの家の裏庭にあった納屋を映画のスタジオに改装し、家と納屋をつないでお客さんを招待し、スタジオまで足を運んでもらえれば撮影の合間に皆さんに会うことができるとアイデアを思いついたことから始まりました。こうしてミッキーは皆さんを自分の家に招待することで多くの人と触れ合うという望みを叶えたんです。ミッキーの家では彼の仕事や思い出、趣味に触れることができます。ミッキーの家の1階は開放されていて、玄関ホール、リビングルーム、書斎、ランドリールーム、庭に入ることができます。そして納屋、こちらは映画のスタジオになっているので、道具部屋、衣装部屋、
ことができ、一緒に拍手をしたり写真を撮ったり楽しい時間を過ごせるんですよ。ありがとうございました。ただいまご紹介しました一気飲みのビートビキはワールドバザールを越えて斜め右方向トゥーンタウンにありますよ。ということでよかったら足を運んでみてください。それでは今日はこの辺で、皆さん今日一日夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お送りしたのはチップツブガイドツアーでした。それでは皆さんいってらっしゃい。さあどうもありがとうございました。暑い中そちらのお姉さんたち日向になっちゃいましたね。ごめんなさい、ありがとうございます ね蒸し暑くなってきたんで熱中症に気をつけて楽しんでいってくださいね。